アマレスニュース。本日はアンダー23世界選手権の結果速報をお伝えします。まずは男子グレコローマン55キログラム級松井健選手、初戦をテクニカルフォール勝ち、そして準々決勝アメリカの選手を8対2で破り、準決勝まで勝ち上がりましたが、ここで惜しくもアゼルバイジャンの選手に敗れてしまいました。本日3位決定戦がありますので、そこで勝てば銅メダル獲得になります。続いて男子グレコローマン77キログラム級草加奈穂選手、初戦テクニカルフォール勝ち、そして2回戦準々決勝も7対0という強さで準決勝まで勝ち上がりました。準決勝第1ピリオド、草加選手の投げが決まり5対0とリードしておりましたが、第2ピリオド相手の投げが決まり5対6と逆転され、さらにポイントを取られ、最終的に9対5で惜しくも敗れてしまいました。草加選手も本日3位決定戦に進出しますので、ぜひ銅メダル獲得してもらいたいです。続いて男子グレコ63キログラム級池田龍斗選手、初戦4対2で勝ち上がりましたが、準々決勝で惜しくも敗れてしまいましたが、敗者復活に回ることができましたので、本日勝ち上がり3位決定戦に進出すればまだ銅メダルのチャンスがあります。続いて男子グレコ130キログラム級西村真凜選手、初戦で敗れてしまいましたが、敗者復活に回ることができたので、西村選手も本日の試合で勝ち3位決定戦に進出すればまだ銅メダルのチャンスはあります。続いて男子グレコ87キログラム級向井聡樹選手、初戦で敗れてしまい敗者復活にも回ることができなかったので、残念ながら予選敗退となってしまいました。本日23時45分から松井健選手、池田龍斗選手、草加奈穂選手、西村真凜選手の銅メダルをかけた戦いがありますので、皆さんぜひ一緒に応援しましょう。そして本日10月18日火曜日夕方17時半から男子グレコローマン60キログラム級稲葉海斗選手、67キログラム級曽我部京太郎選手、72キロ級小林大吾選手、82キロ級樋口鉄心選手、97キロ級中里優里選手、こちらの選手の初戦が始まりますので、そちらも一緒に応援しましょう。ありがとうございました。